はいこんにちは、まとめです。はいこんにちは、きつねです。あんたは今まで、織田信長って人は通説と違うっていう内容の、ざれ言を垂れ流しているわけじゃない？ざれ言。逆に、じゃあなんで信長は、今みたいなキャラクターになったの？ざれ言。そこ、無駄にショックを受けていないでちゃんと答えなさい。それもまあ歴史的経緯があるんだが、じゃあ今回は番外編として、織田信長の人物像が、どうして今のような形になったかを、見ていきたいと思います。まず最初に、織田信長という人はおそらく生前から、上流階級はともかく、特に畿内の庶民層からは評判が悪かったと思われる。そうなの、関所をなくしたり、庶民向けの政策もやってた感じだけど。信長が特別残酷な人間だったとは全然思わないけど、畿内での戦乱の過程で、比叡山焼き討ちや上陵焼き討ちなんかを代表として、意図的に大量虐殺を含む恐怖戦略を行い、他の大名に比べても、明らかにそれを多用していたわけでな。これで庶民人気が出ると思う方がおかしいわけで。なるほど。特に、おそらく恐怖戦略の講師となった、比叡山焼き討ちは、信長に対する悪印象を、畿内中にばらまいた可能性がある。国家鎮護の聖地を焼いたから。いやそれよりも、比叡山にいた、強要もあって弁舌も立つ大量の僧侶、つまりインテリたちを敵に回して、畿内中に散り散りにさせたことだろうな。僧侶。当時の僧侶というのはさっきも言ったように代表的な社会的インテリで、一般的な世論のリーダーでもあったわけだ。そんな彼らは比叡山を追われると、その復興を認めない信長に対し、逃げ延びたところどころで反信長の宣伝戦を行うんだな。宣伝戦？信長のニックネームとして有名な第六天魔王、ってあるでしょ？あるねー。あれおそらく、比叡山系の反信長、僧侶たちによって流された悪口なのよね。悪口？第六天魔王は、ルイス・フロイスの記録で有名になったのだけど、本能寺直後に書かれたとされる根西自問書でも、信長を第六天の魔王と呼んで、批判してるんだな。この根西自問書を書いた周雲氏等は、比叡山関係者だったとされる。第六天魔王はそもそも仏敵で、仏教関係者から信長に貼られたレッテルと考えるのが自然で。つまり、ルイス・フロイスが報告した、武田信玄の政情の頃、フロイスたちがそういった噂話を認知できるほど、京やその周辺で、信長を第六天魔王と呼ぶことが広まっていたと考えられるわけだな。ちなみにフロイスは、噂話、笑い話、と前置きしつつ、第六天魔王を信長の自称としているわけだが、それはありえないと思うんだわ。なんで？だって、第六天魔王って、やられキャラだから。やられキャラ？第六天魔王、は、太平記、や、能の第六天に出てくるのだけど、おそらく当時認知度が高かったのは、能の第六天魔王だと思われるのね。で、この第六天魔王、仏教の主要僧にちょっかいかけて、スサノオノミコトにボッコボコにされるの。ボッコボコ。アンパンマンにおけるバイキンマンみたいな感じで。バイキンマン。信長が、じゃあ俺はバイキンマンだ。って言うと思う。それは。まあフロイス自身も書いているように、あくまで当時の京の噂話の類だと考えられるんだけど、そうやって京の人たちから笑われる程度には、信長に対して冷めた目があった、ってことだな。で、本能寺後、信長のキャラクター化が一気に進行する。キャラクター化？それに大きな影響を与えたのが、やはりこの人。おお、秀吉。山崎の戦いの後、秀吉は結果的に、信長の葬儀を主催するのだが、この時朝廷に混成して、太政大臣の位を移送する。でも信長なら太政大臣も当然じゃないかな。そうなんだけど、問題はそのイメージでな。イメージ？信長が平氏を名乗っていたのは割と知られていると思うのだけど、朝廷では平の信長なのよね。そう、太政大臣の党名は小国、だから平小国。なんと、平の清盛以来の平小国が爆誕したのである。ああ、清盛と一緒なのか。清盛は一般的にイメージが良いか悪いかといえば、当時でも圧倒的に悪い方なわけで、この時意図的にせよそうでないにせよ、清盛と信長の印象が結びつけられた。事実、さっきも取り上げた根西自問書の中でも、信長を、黒ネズミの清盛の再来、と罵倒している。黒ネズミ？それはやめておこう。でもそれはどうしようもないんじゃない。信長くらいの人に移動するなら太政大臣しかないでしょ。一方で秀吉は、彼の行った信長の葬儀について、大村優子に書かせた、これ東大時期の中で、信長をこう表現している。朝には正しい人物を挙げて人々を振幅させる政治を行い、夜には貴婦人の寝室に入り、三千の長妃を愛した。かの塔の幻想の離山級の映画、小陽級の遊楽もこれに過ぎるであろうか。塔の幻想を例に挙げてるのか。確かにデラックスな印象があるけど。同時代としても、栄養映画はともかく、皇帝として決していい印象のある人物ではないわな。
さらに本能寺の変の直前では、夜も進行になる頃、信忠はお暇を壊れて、明覚寺の館へ帰られた。信長も奥にある寝室に入り、経費コーヒーを召し集められ、仲睦まじく藪に入られ、深い契りを込め、夜中に死後を交わされた。誠に世間の夢の限りではないだろうか。これ信長が本能寺当日の夜、綺麗な女の子集めてチュッチュしてたってこと？そういうこと。エロ親父じゃん。まあこれ以前から、信長には側室の類が非常に多いという印象はあったらしいのだが、そして秀吉はこの、これ東大寺記を含む天正記を、しばしば公家などに読み聞かせもして、認識の統一を図っているんだな。そのため、これらの記述によって、中華皇帝の高級のような三千の長妃といった話が、公家などから世の中に広まった節がある。栄養映画を極めたってことの表現なのかもしれんけど、信長が死ぬ直前まで女の子たち寝室に呼んでチュッチュしてたってのも、閉まらない話ねえ。で、こういった信長への印象は、すぐに一般にも伝わる。文禄2年、すなわち秀吉の全盛期といっていい時期に成立したとされる世間話集、祇山行確には、信長の美女狩りが書かれている。美女狩り？柴田勝家が越前を要した時、60歳ばかりの老女が凛々しく多くの友を召し連れて、町に宿を取り、人の妻女を無理やりに押し取って京に送るということをしていた。この被害に遭った者たち後、6人が勝家に訴えたところ、彼も余害なことだと思い、その老女を呼び出した。彼女は言った、私は信長公に召しをかれた者である。信長公の御意に入る女があれば、この国に限らずいずれの国でも、見立て次第に連れて参るよう仰せを受けている。これを偽りと思うなら、人を派遣して信長公に訴えるがよい。ドン引き。柴田勝家は思った、この老女の言っていることはその通りなのであろう。しかし信長公がこのような前代未聞の無道を行っているのなら、そのしつけをせねばならない。そして老女に向かって信長公は世の中の法や政治を正しくされ、無道の友柄を罰するのも珍しくない。そして人の妻女を拉致し、人を誘拐する罪は、至極のものであると前代よりの情報である。さらに、賢君である信長公を無道のいたずら者にするとは、その罪軽からず。として、彼女ら一行14人を船に乗せ大海に漕ぎ出し、そこで船の底の飲みを抜いて沈めた。その後、勝家は信長に、このような老女が虚言を申して女を怪我し、国々を巡っていたので、私は伏せ事として処分を申し付けました。このことについてそちらでもご吟味され、お仕置きなどあるべきでしょう、と申し上げた。信長はこれを聞くと即座に興を覚まされ、言葉も出せず、柴田の忠説の仕置きは神妙である。今後そういったものがあれば、こちらに知らせるように、と返事をした。これによって信長公はこの行為を思いとどまった。柴田殿は分別たぐえない内容の沙汰をして、万人喜ぶこと限りなし。これ、バカ殿やん。バカ殿だろ。この信長の美女狩りは、彼が茶器を集めた名物狩りから連想されたのだと思われるが、信長にはこういう、無道で理不尽なことをする人物、という印象があったわけだ。この祇山行確には、こんな話も収録されている。ある時、信長公が甲信町を重臣たちと行い、夜の間、主演、乱舞で遊んでいる時に、明智光秀が商用のため座を立って庭の傍らに行ったのを、信長公はどうおぼしめされたのか、広間に置いてあった槍を、鞘を取って追いかけた。そして光秀がうつむいているその細首に歯をあてがって、いかに金か頭、どうして座敷を立つのか、その桁の罪として、細首を落とすぞ。と言われた。これに光秀は大いに驚き、まったく、お座敷をまかり逃げたわけではありません。ただいまそちらに施行いたします。と申し上げたが、いや許さない、と、喉の脇を槍でつついた。ああ、殿様、お槍先が当たり立てまつっています。どうかごめんあれ。と小声になって申し上げると、そういうことなら許そう。早く参れ。と、槍を引いた。しかし光秀は、信長のこの行為を内心に思っていることが座教に乗じて表に出たのではないか、と疑い、行こうことの便宜を伺うようになったという。これもバカ殿やん。バカ殿だろ。まあ光秀が信長からパワハラを受けたって話は、例の改正罰での我らも骨折りの会があったうんぬんの話とかがあるんだが、この時期ですでに光秀の謀反は信長の過度のパワハラが原因という認識が今日でもあったことが伺えるな。それにしてもこの信長、粗暴で視野が浅く感情的、もうダメな主君の典型のような描かれ方で、こういう話を聞いた人は、信長が天下を取らなくて本当に良かった、と心から思うだろうね。これが成立した頃は、信長が生きていた時代を知っている人たちがいくらでもいるわけで、その上でこんな話が広まること自体、今日の人たちの、信長という人物への冷たい視線が感じられると思う。そして問題は、この時期京を支配していた秀吉が、信長についてのこのような話が広まることを、少なくとも放置していた、ということだろう。自分の悪口言われたら町一つ滅ぼすもんね、秀吉。
そのあたりから、秀吉が意図的に、旧種である信長への否定的評価を流していたとは言えないものの、そういった評価を遮ろうとは考えてなかったし、また、彼自身の流した信長評も、その否定的評価が広まることを、結果的に是を流した、とも言える。また、京以外、東国においても、信長は決して、一般的に評価の高い武将ではなかった。東国の代表的軍旗の一つとも言える公領軍艦、で信長を公領している。信長という大いに手だれの大将のやり方は、域内の弓矢がいずれも末になっていたのを、大声で脅し、域内中の町民のような侍たちや越後坊主などに、手軽に武変を仕掛けると脅して、弱敵の国をたくさん取った。一方で武田信玄が生きている時には、信長の居城である岐阜の三里近くまで信玄に取られても、甲府に切々と恩信を送り、信玄が死んで6年以来は、越後に人を使わして、上杉謙信の機嫌を取った。越前まで謙信によって焼き働きをされても、それに構わず春日山に家臣をつけ置いた。信長は謙信公の帰化のようであった。言いたいことはわかるけど、負け惜しみ感強いわね。負け惜しみにせよ何にせよ、信長は強い者には尻尾を振り、弱い者は傘にかかって脅しつける、卑怯な武将であるという印象が形成されてたわけだな。こういった信長に対する当時の世論から考えると、太田牛一の新潮後期、や、それを元にした尾瀬保安の保安新潮期、などは、信長への不評に対する弁護として書かれたのではないか、という気持ちにすらなる。で、江戸期の信長に対する印象は、秀吉の時代からの流れが基本的に継続する。合戦において優秀な大将であると同時に、残酷、狡猾、暴力的な人物であるというものだな。あとついでに東西本願寺の政党争いが信長に飛び火して、新興兵の弾圧者という属性も付加される。あれ飛び火なの？経過としては完全に信長のとばっちりだな。結論を先に言うと、織田信長という武将は、江戸期を通して非常に人気のない武将だったとされる。まあこんなんじゃねえ。ただ、このような江戸期の評価に対して、江戸幕府が先の天下人、であった信長の人気が出るのを嫌ったため、意図的に世論を誘導した。みたいなことを言う人をたまに見るのだけど、ぶっちゃけ江戸幕府って、信長や織田家について、特に関心がなかった、というのが正直なところだと思うぞ。無関心。現実問題として、信長は秀吉の時代から評判が悪く、また織田家も世間的な力なんてほとんどなかったわけで、警戒する必要なんてまるでなかったと考えるのが自然だと思うよ。江戸中期の信長評で言えば、例えば平戸四大藩主、松田重信は武功雑記の中で、信長が一代の間に取った首は、夫人も含めて2、3万である、と書き、夫人も含めて、と入れているところに、重信の信長に対する感情が感じられると思う。儒学者、湯浅定山はその、定山奇談の中で、織田家の刑罰は仁者の道にあらず。その暴落さは、信長が終わりを全うできなかったのも断りである、と披露している。著者不明ながら、武将感情記の中身は、信長について、陰湿な暴虐で相手を騙し討ちした逸話ばかり収録されている。本当にひどいものね。まだまだだぞ。まだまだ。そして織田信長に対して、一般民衆にまで否定的評価を確立させ、圧倒的不人気武将とした、真打ちが登場する。それが、絵本大公記。大公記って秀吉のお話じゃないの？絵本大公記は、尾瀬保安の保安大公記を元ネタに書かれた、歌舞伎、浄瑠璃の演目なんだけど、主人公は明智光秀をモデルにした、武智光秀。光秀。そしてその光秀の主君で、彼に対して陰湿ないじめ、パワハラを繰り返し、ついに謀反に走らせるのが、織田信長をモデルにした、織田春長。春長。ここでその、光秀へのハラスメントの数々を見てみよう。まず春長が妙国寺から奪って安土に植えた蘇鉄が、妙国寺に帰りたいと振動するので、妙国寺の僧を捕らえて牢屋に入れるところから始まる。いきなりクソみたいなことしてるわね。これを見た光秀は、僧を救おうと、こう言った。あなたは我が君に言葉を返し、悪言を吐くその手間に、どうして除名の願いをしないのか。恐れながら我が君も、お怒りを鎮められ、ご除名を一重に願い立て祭ります。殿は元来勇猛盛んで、ややもすれば霊場仏地を破却されるのは、君の一室であります。殿は悪役の優勝であるという、世の人々の口を黙らせることはできません。ただ人形のお計らい、一重に願い立て祭ります。これを聞いて春長は激怒した。黙れ光秀、私が悪役とは見聞き加減、許されない。そう叫んで光秀をボッコボコに殴り倒した。しかしこれだけでは終わらない。光秀が退出した後、春長は近所の蘭丸に相談した。光秀のやつ、前にも諸侯の見ている前で恥辱を与えたが、怒りの表情を表さなかった。不審だ。これに蘭丸もおっしゃる通り、私も前々から光秀はいささか不審に思っていました。殿の考えと全く一緒です。彼がもし逆心を考えているのなら、私が打ち捨てます。
油断するなよ。そして蘭丸は光秀に様々な嫌がらせと挑発を仕掛け、さすがの光秀も怒って蘭丸を切ろうとしたその時、襖が開いて春名が登場。春名は光秀の襟髪をつかみ、倒し伏せさせると、蘭丸が申す言葉は私の言葉も同じなのに、異変を言う世外者め、蘭丸、こやつの面をぶて、早くぶて、早くぶて。そこで蘭丸は腰に刺した鉄線を、鉄線眉間に何度も打ちつけ、血が滝のように流れた。無念の顔色の光秀に、春長はこう言い放った。光秀、今蘭丸の手を持っての春長の折檻、口惜しいとは思わないのか。本当に悪役もいいところね。そりゃあこんな人人気でないわ。この絵本太閤記は歌舞伎などで大ヒットした演目で、自然、こういった信長像が、庶民層にまで浸透したと言えるわけだ。江戸中期の代表的な知識人と言える荒井白石は、その著書、読書世論、の中で、信長をこのように評している。この織田信長という人は天生元人にして、砂術によって志を得てきた。しかればその終わりを全うできなかったのは、自ら選んだところであり、不幸ではない。なんか本当に身も蓋もない国評だけど、逆にこれが、どうして、今の人気武将信長になったのか不思議だわ。それについてはこの後、画期的な評価の転換があるのだが、転換。長くなるので後半に続く。予告。江戸後期、幕末が近づき、幕藩体制が動揺する中、その後の歴史にも大きな影響を与えた、とある一冊のベストセラーが、信長に対する認識も大きく変える。そして大正時代、現代に通じる織田信長、のイメージが、ついに確立する。我々の知る織田信長、とは、一体何者であるのか。次回、織田信長はどのように織田信長、になったのか、後編。お楽しみに。ところで本能寺の原因論って今も山ほどあるだろ。どうしたのよいきなり。信長っておそらく、晩年もすでに、畿内では一般的にかなり人気はなくて、その信長の不人気を、畿内を統括していた光秀は、よく知ってたと思うのね。光秀があんなに人気のない信長なら、俺が取って代われるんじゃね。と思ってもおかしくないかなと。本能寺、信長の不人気が原因説。学問的な話じゃ全然ないけど、信長の死後の低評価を見ると、ちょっと想像しちゃうんだよね。人気があるから殺された、ってのは花があるけど、不人気だから殺された、は、いたたまれないわねー。まあほんと妄想なんだけど、光秀の挙兵の一因に、そういう意識もあったんじゃないかな、と思う。実際光秀、廃止した後もかなり同情されてるしね。信長って、嫌われてたんだねー。敵対する連中を全部屈服させた後なら違っただろうけど、途中で死んだからね。運が悪かったのか。まあ現代から見ると結果的にはそうとも言えないんだけどねー。